長瀬奈々は日本のタレント、モデル。旧芸名は、総月奈々。岐阜県出身。スターヒル所属。音楽ユニット、シスターループセブンのメンバー。2012年、スーパー耐久イメージガール、S クルーのメンバーに就任。以後2013年2014年と3年連続で S 対イメージガールを務め、同じ S クルーメンバーだった、安江ひとみに次ぐ。 歴代2番目の在任期間となった。2014年、エスクルーから派生する形で、安江瞳と,と共に、音楽ユニット、唇ネットワークを結成。ボーカルベースを担当。2016年、豊島崎樹の加入を機に唇ネットワークが、シスターループ7に解消。同年、ロックファード・フォスゲートのイメージガールを、岐阜県出身者として初めて務める。 2017年5月1日、スタイルコーポレーションから、スターヒルに遺跡を機に、総月7から、長瀬7に改名。同時に、シスターループ7のマネージメントが、スターヒルに委託された。a b 安枝ひとみ。ライブ。ヤッサンブログ。サイバレージェント。2017年6月20日閲覧。アンプラグド1号報告。7のスクスク成長記録。 サイバレージェント2017年6月20日閲覧2016年ロックファードイメージガールは相月73に決定イースコーポレーション http://www.escorp.jp:/news:/presresrelase:/20161257772016、yeah、<íveis> 年3月3日閲覧大事なお知らせ7のスクスク成長記録サイバレージェント2017年6月20日閲覧安江瞳ご報告 ヤスサブログ。サイバレージェント。2017年6月20日閲覧。お誕生日。7のスクスク成長記録。サイバレージェント。2017年6月20日閲覧。2017年オートサロン。7のスクスク成長記録。サイバレージェント。2017年6月20日閲覧。安い瞳。1日目。ヤスサブログ。 サイバレージェント2017年6月20日閲覧。オートサロンのブース。7のスクスク成長記録。サイバレージェント2017年6月20日閲覧。オーム。7のスクスク成長記録。サイバレージェント2017年6月20日閲覧。大阪オートメッセ。7のスクスク成長記録。サイバレージェント2017年6月20日閲覧。ありがとうございます。